それでは実際にこの決めフレーズがどのようにフレージングされているかを見ていきましょう。初めて聞いたときは、なんか難しいことしたと思うかもしれませんが、実際には定番フレーズの集まりなので、それほど難しい運指ではありません。このように1音を除いてはすべてメジャースケール一発の解釈でアプローチされていると思います。この1音に関しましては G から見た場合のフラット13オルタードテンションとなっており、メジャースケール一発の解釈では含まれてない音なので注意しましょう。